札幌ドームです。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの22回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはファイターズの先発吉川が札幌ドームのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。あそこに決めればそう簡単には打たれないですよね。はい、低めのストレート、ストライク、ワンボールツーストライク。真ん中打ちました、高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは山本、昨日はホームラン2本を含む4安打を記録しています。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。吉川、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上吉川、そしてキャッチャーは鶴岡。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。三振を取りました。バッターは注目のルーキーブライアント。昨日のゲームはなんとホームランを含む6安打の大活躍でした。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。さあこの調子を維持していけるか。2アウトランナーありません。最近4連敗と。引っ張った、阿部、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。2回の表バファローズの攻撃、バッターはドレイパー。昨日のゲームでホームランを含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。さてファイターズの先発は吉川、ここまで10打った、ライトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。バッターランナーは2塁まで進みました。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒットということになりました。いいコースですが外れています。打った、高く上がった、さあどうだ、センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。ここで先制点を奪われてしまいました。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。タイムリーで先制点を奪われています。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、配球には十分注意が必要だと思う。打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。いや今のボール危なかったですよ。そうですね、打ちました、高く上がった、この当たりはどうか、センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。ファイターズこれで2点ビハインドとなりました。まあ、ここは踏ん張りどころでしょうね。勝負強いバッターを迎えてますから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね、さあ気をつけていきたい村上、バッターボックスです。引っ張った、三遊間抜ける、ホームに送球する、これで4連打、ノーアウトランナー3塁1塁、1塁牽制、1塁はセーフ。初球空振りです。ここは三振が取れれば理想的ですね。ドカーンと大きな当たりです。高入った、スリーランホームランが飛び出しました。ファイターズその差が5点に広がる重い一発を浴びました。ファイターズ追加点を許します。5対0。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。
点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは注目のルーキー水口。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。ファイターズ先制点を許す形となっています。打った、センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで6連打、ノーアウトランナー二塁です。切りました、ファールボールです。バッターボックスの新井、今シーズンの得点圏打率は6割ちょうどとなっています。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これで7連打、ノーアウトランナー三塁一塁。打順は2番山本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ノーアウトでランナー引っ張った、ファーストを取った、ホームに送球、本塁タッチはアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。ノーボールツーストライクです。打ちました、痛烈な打球、ライトが下がっていく、頭上入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。8対0。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターは4番ドレイパー。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた、いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあマウンドを任されたのは生ため、今シーズン23試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ小宮山さん、ここで変えてきましたね。まあ、これ以上点をやれないということですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。さあ3球目は何か、打ちました、打球はセンターへ、この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打席には6番バッター羽田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。ファイターズ追加点を許します。10対0。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは7番村上。先ほどの打席でヒットを放っています。ファイターズこの回先制点を許しています。打ちました、浅いフライ、ヒットになった、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。さあバッターは山下。この打席でホームランを放てばセーフ。初球打ち、スタンド一直線、門入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ファイターズ追加点を許します。12対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは9番水口。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ファイターズこの回先制点を与えています。打ちました、これは大きい、伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。打順はトップに帰って新井。
先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを二塁に置いて引っ張った。中田一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ見事な攻撃でした。12対0。小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。いやもう本当にね、これ以上点をやったらもう取り返しがつきませんからね。初球打ち、この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。打順は3番ブライアント。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられた、打ちました。打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、13対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打席には4番バッタードレイパー。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。これはセカンド阿部掴んで2アウトになりました。バッターボックスには指名打者の羽村。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは打ち上げました。ここは打ち上げています。ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。13対0。バファローズ打順は6番羽田。まあ、さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは打った打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、14対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックス村上、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。変化球は外、一二塁間、阿部掴んでワンアウトです。8番バッター山下、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ワンアウトランナーありません。今日はバッティング絶好調、3打席連続のホームランとなるでしょうか。いや小宮山さん、本当に怖いバッターですよね。まあ、無理に勝負はしなくていいんじゃないでしょうかね。さあ勝負してくるのか。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。高め打ちました。これはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、15対0。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター新井、甘い変化球になりましたがこれは入っています。ファウルになります。3球目打ちました。取ってツーアウトです。バッターボックスには2番山本、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。打ちました、高いバウンド、取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。15対0。これから5回バファローズの攻撃です。小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですがいかがですか。そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから打ちました、
これは浅いフライ。ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがライト掴んでワンアウト。打順は4番ドレイパー。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー。これも初球打ち、伸びていく外野、大きな打球になった。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー2塁となりました。初球は何で来るか。打った高く上がった。レフトバックする、バックする、フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。打ちました。打球はレフトへ。ここは打ち上げています。杉谷が掴んで2アウト。バッターは7番村上。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。高めのボール打ちました。大きな打球になった。レフトバックする、入りました。ホームラン、ツーランホームラン。これがチーム7本目のホームラン。初球でした。強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。ファイターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番山下。今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないといけませんよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。打ちました、浅いフライ。この打球はフライになっています。2球目打っていきましたが最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスには9番水口。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ファイターズ厳しい展開で6回を迎えています。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。打順はトップに帰って新井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、そうですか。打ちました。これはファウルになりそうです。ファウルになります。大きく外れてボールになります。打ちました、取った、一塁送球。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。バッターは2番山本。今日はまだ当たりがありません。ノーアウトで初球打ち、大きな打球になった。ライト下がっていく、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム8本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、打席には3番バッターブライアント。今日は先発全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か打ちました、これは大きい、伸びていく、センター深いところを破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。打ちました、ライトに大きな打球、ライト下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ファイターズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは加藤。さあマウンドに上がったのは加藤、今シーズン18試合目の登板です。2試合連続の登板となります。いやちょっとヒヤッとしましたね。まあ変わったピッチャーの初球はね、打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。
ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには6番羽田。バファローズこの回7人目のバッターになります。ファウルです。バッターの羽田、今シーズン得点圏での打率は5割9分。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打席には7番バッター村上。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、切れました。ファウルボール。一塁牽制、一塁はセーフ。2球目打ちました。ここはフライになっています。阿部が抑えています。ワンアウト。バッターボックス山下、今日は2本のホームランを放っています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、ランナースタート、ヒットエンドラン。セカンド取った。アウト、ツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター新井、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ファーストランナースタート、初球打ち。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ。西川よく間に合いました。ファインプレイ。しかしこの回バファローズ3ランホームランで追加点を挙げています。7回の表、バファローズの攻撃。打席には2番バッター山本。先ほどの打席で3ランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ファイターズ厳しい展開で終盤7回を迎えています。打った。渡辺抑えて、これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには3番ブライアント。先ほどはツーベースを打ってますから、ここは初球打ち。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターボックスは4番ドレイパー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ワンアウトになっています。インコース決めました。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。阿部二塁送球アウト。ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。バッターは DH 金村。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ゲッツー崩れでランナー残りました。切れました。ファウルボールです。走ってきた、ヒットエンドラン。ピッチャー取った。一塁送球一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。バファローズ6番バッター羽田。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。しっかり捉えた。レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。今日2本目のツーベースヒット。ノーアウトランナー2塁です。まず何を投げてくるか。ファウルになります。バッターボックスの村上、今シーズンの得点圏打率は5割飛んで8厘となっています。低め、これは外れた。このピンチは空振り三振。ワンアウトランナー2塁と変わります。打席には8番バッター山下。今日は2本のホームランを放っています。高めのボール、このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。今日2本目のツーベースヒット。ワンアウトランナー3塁2塁。
バッターボックスには代打の大石。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球は何から入ってくるか。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。打った、左中間に強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて真ん中を破りました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。センターオーバーのタイムリーヒット。ファイターズなおもピンチです。打順はトップに帰って荒井。さあまず1球目、まずは簡単にストライクが来ました。ファウルになります。次が3球目、空振り。ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。2番バッター山本、先ほどの打席は内野安打でした。ツーアウトランナー2塁です。外低め決まってストライク。内に持ってきました。落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。スリーボールになりました。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった。ライトバックバックバックする、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。3番バッターウライアント、バファローズこの回7人目のバッターになります。打った、内野を抜けていきます。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。今やはり怪我が重いんでしょうか、交代のようです。ファイターズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは井口。さあマウンドを任されたのは井口、今シーズン15試合目の登板です。アウトコースボール、切れました、ファウルボール。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていれば。打ちました、ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。井口が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。バファローズのリード広がっています。小宮山さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですが、いかがでしょう。援護がないのはかわいそうですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。これはデッドボールということになります。バッターボックスは6番ただ、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。デッドボールのランナーが出ています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。3球目打ちました、ヒットになった。これで3打席連続のヒット、ワンアウトランナー一塁です。打順は7番村上、今日はホームランを放っています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そう、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これで10試合連続安打、ワンアウト三塁二塁です。打順は8番山下、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね、ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。打った、抜けていった、ホームへ、サードランナーホームイン、バファローズ追加点。ファイターズなおも三塁一塁のピンチ。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれません。初球打っていった。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。バファローズ追加点を挙げました。ファイターズさらに二塁一塁のピンチが続きます。打順は1番に帰ります。バッター新井。まずはボールから入りました。ジャストミート。外野へまだ伸びている。右中間真ん中破りました。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。バファローズ追加点。ファイターズなおも三塁二塁のピンチ。2番バッター山本、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、バファローズこの回7人目のバッターになります。ノーボールツーストライク。外、このスライダーは外れます。外へ持っていきましたが入りません。バッター粘ってフルカウントまで持ってきました。外れてフォアボール。これでワンアウト満塁。ピンチを迎えます。悔しさがにじみ出ます。これ本当にもったいないですけどね。はい、これが1球目。初球一直線突き刺さった。ブライアント、さらにダメ押しの一発。今シーズン第24号の満塁ホームラン。これが今日3本目のホームラン。ファイターズ追加点を許します。フォアボールの後の初球はバッターが狙ってくるケースが多いですから要注意ですよ。はい、ファイターズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは宮西。バッターボックスには代打のデイビス。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。これが初球。高めの変化球から入りました。これが2球目。大きく外しています。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。バッターはダイソーから起用されている吉田。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。はい、バッターボックスには代打の粟口。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。さあ初球は何か。ちょっとすっぽ抜けた感じです。インサイド落ちました。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス羽田。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース空振り。3球目は何で来るか。打った。これはどうか。三塁線破っていった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。今日3本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。初球から打っていった。これは大きい。切れました。ファールボールです。アウトコース、これは見送ってボールです。これもアウトコース、ボールになります。打ち上げた。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズ追加点を挙げました。ファイターズさらにピンチが続きます。バッターボックスは8番山下。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいです。バッターボックスには代打の古久保。
小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球は何で来るか。まずは見送ります。ワンボール。打ち上げました。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ追加点。ファイターズこれ以上離されるわけにはいきません。大石打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。走ってきた。ヒットエンドラン。わずかに左に切れました。ファールボール。ランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。まあこの点差ですから、ランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。レフトへ持っていった。これは大きいぞ。ボールはそのままフェンスに直撃。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点を挙げました。ファイターズなおもピンチが続きます。打順はトップに帰って新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。改めてお聞きします、この新井どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、もうどこに投げても打たれる気がする嫌なバッターですね。なるほど、そうです。さあどうだ。これはスタンドへ入りそうです。右に切れます。さあ5球目は何か。この球は外れました。平行カウント。うちのボール打っていった。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。日本ハムファイターズは屈辱の黒星となりました。赤星さん、照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズの22回戦です。解説は赤星さん。まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってます。初球打ち、レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは山本。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。引き地、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。
打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。ここはゴロを打たせたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。俊足のランナーを一塁に置いて3ボールナッシングです。3ボール1ストライクです。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、いい送球。ここは二塁への進塁を許しません。いや、これは見事な送球でしたね。ファウルになります。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制ホームランです。バファローズ。イーグルス。初回いきなり先制弾を浴びました。フルカウントから投じたストレートでしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。イーグルス先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。バッターボックスには指名打者の小栗。イーグルス初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これが3球目。これもファウル。大きく外れました。打ちました。浅村、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ先手を取るソロホームランが出ました。1対0。2回に入ります。バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキー栗。さてイーグルスの先発は引き地。ここまで3試合に登板して一勝。真ん中打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ノーアウトランナー二塁です。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて突き刺さった。ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。イーグルス追加点を許します。3対0。ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターは村上。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。イーグルスこの回追加点を許しています。打った高く上がった。頭上ぐんぐん打球伸びて入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。イーグルス追加点を許します。4対0。ここで一発を浴びてしまいました。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えてましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは注目のルーキー山下。昨日はホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。センターの前に落ちました。これで4連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは牧。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ヒットでランナーを1塁に置いています。ワンストライクです。インサイド落ちました。
ワンバウンドヒットになりました。これで5連打、ノーアウトランナー2塁1塁。さあそしてバッターボックスには大石入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。茂木、二塁を送ります。アウト、ここは二塁をアウトにしています。さあそして打席には山本入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここはこのまましのぎ切って味方の初球打ち、ヒットになった。サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、5対0、イーグルス、もうこれ以上点はやれません。このデイビス、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はホームランが出ているというところで好調さが分かりますよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ、ここはフライになっています。オコエが抑えて3アウトチェンジです。里崎さん、序盤とはいえこれ以上点を許してしまうと厳しくなってくると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まあここでこれ以上失点するともう致命的ですよね。まあなんとしてもこのイニングを抑えてもらいたいですね。はい、なんとしてもゼロのイニングを作りたいところです。打ちました、いい当たりだ、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。4番に一発を浴びてしまいました。その差4点、大きくリードされました。ライトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックス、クリ、前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球打ち、この打球はフライになっています。浅村抑えてワンアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。バッターの羽田、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、今日もホームランが出てますし、間違いなく絶好調ですよね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。バッターボックスには7番村上、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。初球打ち、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。打ちました、痛烈な打球、レフトを追う、センターを追う、頭上ぐん入りました、ホームラン、ツーランホームラン、これで3試合連続のホームラン。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。イーグルス追加点を許します、8対2。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。9番バッター、牧師、前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。初球ストライク、打ちました、これもいったか、レフトが追いかける、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。ああなるほど、やはりバッター、初球打ち、浅村取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。9対2、バファローズ。
これから4回バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。寺岡が2番手としてコールされています。点差が大きく、さあマウンドに上がったのは寺岡。今シーズン16試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。10対2。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは3番デイビス。初球空振りです。打ちました。これはスタンドへ入り切りました。ファールボールです。さあ3球目は何か。打ちました。これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ。レフト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。初球打ち、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球は伸びて入った、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。初球でした。弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。イーグルス追加点を許します。12対2になりました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。バッターは5番クリ。初球空振りです。低めは外れました。わずかに入りません。4球目は何で来るか。高め大きく外れました。際どいが、あっとフォアボールです。ノーアウトからランナーを出してしまいました。このランナーがピッチングにどう影響していくでしょうか。一塁牽制セーフ。初球ストライク。さあ2球目は何か。2球目決まっています。ここは決められると思うボールがあれば一気に勝負していいですよね。なるほど、そうですか。走ってきた、ヒットエンドラン、取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。7番バッター村上、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。打ちました。これはどうだ、ショート取った、一塁送球アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。さあバッターは山下。ここで打点を挙げれば今シーズン150打点目になります。バッターの山下、今シーズン得点圏での打率は6割1分7厘となっています。今度も真ん中に来ました。ここは何か別の球種を待っていたでしょうか。タイミングが合いませんでした。打ちました、痛烈、これはセンターへ抜ける、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、13対2になりました。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。バッターボックスは9番牧師。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打った、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。高めに浮いてしまったストレート、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。イーグルス追加点を許します。15対2になりました。ここで一発を浴びてしまいました。打順は1番に帰ります。バッター大石、まず何を投げてくるか。打ち上げた、これは浅いフライ、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが最後はレフトフライ。
これから5回バファローズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。背番号21鎌田が3番手としてコールされています。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか？まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスデイビス、さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。うん、そうですね。痛烈な打球、スタンド一直入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。イーグルス追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、今日はバッティング、いい当たり、伸びていく、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。右中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。バッター、これはどうだ、取った、一塁送球します、アウト、ワンアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。初球は何から入ってくるか、打ちました、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは7番村上、最初は変化球持ってきました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。インコースを落としました、アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。打った、鎌田抑えて、ツーアウトです。8番バッター山下、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。バファローズこの回7人目のバッターになります。打ちました、浅村抑えて、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。楽天生命パーク宮城からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックス牧、先ほどの打席でツーランホームランを放って、ジャストミート、これは大きい、伸びていく、真ん中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、センターバック、センターバックする、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。イーグルス痛い一発を浴びています。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは2番山本、今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。ここまで打たれるとキャッチャーもリードに悩むでしょうね。うん、そうですね。さあバッテリーどう抑えてくるか。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね、まあ、相手打線の調子もいいと思いますけど、バッテリーは立て直しが必要でしょうね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これが通算100号のメモリアルアーチ。三塁回って今ホームイン、ここでさらに1点を奪われました。
依然大きくリードを許しています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど。